惑星間インターネット。惑星間インターネット。インタープラナテリーインターネットとは、宇宙空間に相互に通信可能な濃度群を配置する構想。惑星間の距離では、高速度の遅延は無視できないため、惑星間インターネットでは、大幅な遅延に、耐性のあるプロトコルと、新しい技術の開発が必須となる。インターネットは、高トラフィックで無視できる遅延及び低エラー率の、 ネットワークのネットワークとも言うべきものであるが、惑星間インターネットは蓄積交換型のインターネットのネットワークとも言うべきものである。バックボーンとなるネットワークは無線で構築され、超長距離かつ非常に低いし、絵の日、搬送層破壊ノイズ比の中でデータが転送されることになる。したがって、接続を維持するためには、高エラー率と非常に長い遅延、数十分から数時間に、 対処しなければならない。地上のインターネットで主流の経路制御プロトコルでは、途絶を検知すると、経路の再計算が行われ、その間は全くパケットが転送できなくなる。惑星間インターネットのように、ネットワークのトポロジ変更や、大きな遅延や外乱ノイズの混入が、当たり前のネットワークでは、途絶が頻繁に起きるために、経路の再計算が頻発し、 通信自体がほとんど成立しなくなってしまう問題がある。歴史的観点から宇宙での通信を見たとき、効果で独自のポイントツーポイントアーキテクチャから徐々に進化して成功したミッションの技術を再利用しつつ、多くの国の宇宙機関が標準プロトコルの開発に合意した。この最終段階は1982年からが注力しており、これには 各国の宇宙機関が参加している。メンバー機関は11機関、オブザーバー機関は22機関、産業界からの参加企業は100社以上になっている。宇宙データシステム標準の発展は、インターネットの発展と並行している。概念的には共通の部分も多いが、大部分は別個の進歩と言える。1990年代後半以降、 主要なインターネットプロトコルと CCSDS 宇宙、リンクプロトコルの結合が行われている。例えば1996年1月2日、地球周回軌道上の人工衛星、STRV-1 b との FTP ファイル、転送成功した。これは CCSDS の IPv4 風のプロトコル上で、FTP を動作させたものである。CCSDS を使わない。 インターネットプロトコルの実験も宇宙船上で行われている。例えば、衛星でのデモンストレーションやでの実用化がある。IP 搭載宇宙船による短距離転送が実用可能となり、より大きな次の段階の研究が行われている。n a s a ェット推進研究所における惑星間インターネットの研究は、ビントンサーフとアードリアーンホーケ率いる科学者チームによって開始された。 サーフは地球上のインターネットのパイオニアの一人であり、現在 JPL の特別客員研究員でもある。ホーケは CCSDS のディレクターの一人である。IP 風の SCPS プロトコルは短距離転送、地上局と人工衛星、着陸船とローバー、着陸船と人工衛星。 フライバイの際のプローブなどでは十分実用可能であるが太陽系のある領域から別の領域に情報を転送するには遅延体制ネットワークが必要であるこの領域の概念が惑星間インターネットのアーキテクチャ上の重要な要素であること明白である領域とは通信の適切な品質が同質と言える範囲を意味する領域は通信能力 サービス品質、セキュリティ、リソース管理、所有権などに基づいて定義される。惑星間インターネットは、領域ごとのインターネット間のネットワークである。そこで必要となるのは、ム用プロトコルによって、接続のない任意の遅延のある環境で、複数領域間のエンドツーエンドの通信を実現する標準的手法である。領域の例として、 地球上のインターネットを一つの領域とみなしたり、月や火星の地表を領域としたり、地表と周回軌道間の通信を領域とすることが考えられる。このような条件の認識により、一般化された蓄積交換問題に対処する高水準の方法としてのバンドルの概念にたどり着く。バンドルとは OSI 参照モデルのトランスポート層より、 上の層での新たなプロトコル開発であり、領域インターネット間のネットワークのような根本的に異なる環境間で信頼できる転送を可能する蓄積交換情報をまとめる問題に対処することを目標としている。DTN は遅延を伴うような長距離での通信の標準化を目指して設計された。その中核部をバンドルプロトコルとも呼び、これが 地球上のインターネットで広く使われているインターネットプロトコルとよく似ている。BP と IP の最大の違いは、IP がシームレスなエンドツーエンドのデータパスを前提としているのに対し、BP は新宇宙通信ではよく起きる誤りと接続儀礼対象を組み込んでいる。遅延耐性ネットワークのバンドル用プロトコルスタックとして実装されるバンドルサービス層は隠しアプリケーション。 保護転送、分割と再結合、エンドツーエンド信頼性、エンドツーエンドセキュリティ、エンドツーエンドルーティングについて、汎用の遅延耐性プロトコルサービスを提供する。バンドルプロトコルについては2008年、衛星を使って、初めて宇宙空間での試験が行われた。これらエンドツーエンドアプリケーションの一種、CFDP を実際にミッションに利用した例として、 水星探査計画ディープインパクトがある。CFDP とは CCSDS ファイルデリバリープロトコルであり、自動的かつ高信頼な双方向ファイル転送のための標準規格である。IETF が文書化した実験的ファイル配布プロトコルとは別物なので注意されい。CCSDSCFDP はファイルをコピーするだけでなくファイルのメタデータとして ユーザー定義の短いメッセージを同時に転送することができ、それによって遠隔ノード上で自動的にファイルシスム関連コマンドを実行させることができる。インターネット協会のインタープラナテリ、インターネットスペシャルインタレストグループは不活発ではあるが、惑星間インターネットに関連するプロトコルなどの標準化活動を行っている支援体制ネットワークに関して、 中心的役割を果たしているのは、ザ・ディレイトレラントネットワーキング・リサーチグループである。2005年、NASA は2009年9月に予定されていた、火星通信衛星の打ち上げ計画を中止した。これが実現していれば、将来の火星探査計画をサポートするとともに、世界初の地球以外の惑星での高級的、インターネットハブとなる予定であった。 レーザーによる光通信を使用する予定だった。電波ではないので、アンテナではなく光増幅機や望遠鏡で光を受信する。NASA のジェット推進研究所は DTN の試験を続けており、2008年10月、ディープインパクト、アパキシーに搭載したディープインパクトネットワーキングの実験を行った。2009年5月、国際宇宙ステーションに DTN 設備が設置された。NASA とコロラド大学の研究グループバイアサーブ、スペーステクノロジーズは、二つの商用バイオプロセッシング、装置上に設置した DTN の試験を継続している。クグバマイナス -4 とクグバマイナス -5 は、コンピュータと通信プラットフォームとして、コロラド州ボルダーにあるバイアサーブのペイロード、アッパーシャンスカントロールセンターから遠隔制御される。 2012年10月、国際宇宙ステーション船長スニータ・ウィリアムズが、ドイツの欧州宇宙運用センターにあるビガルボード、コンピュータとウェブカメラ搭載した、猫ほどの大きさのレゴマインドストロムズでできた、ロボットマカップを DTN を使って、遠隔操作する実験を行った。これらの実験は、DTN を使った、今後のミッションや将来、DTN によって、 太陽系各地を結ぶネットワークが形成された際への洞察を与える。DTN は探査機からのデータの適時性を向上させ、リスクとコストを低減し、乗組員の安全性を向上させる。遅延体制ネットワークには、惑星間インターネット以外にも応用分野が存在する。例えば、厳しい環境下での通信、センサーウェブ、災害復旧、 遠隔の辺境地帯との通信などである。遠隔の辺境地帯の例としては、コンピュータはあるが、通信手段が完備していない、北極近辺の村や離島が考えられる。村に一箇所の無線施設と、DTN 機能のある機器が例えば犬ぞりや釣り船に、あれ、住民は、電子メールをチェックし、ウィキペディアの記事をクリックし、近傍の無線施設を訪れた際にリクエストをまとめて、送り、 応答を得ることができる。スタートレックでは惑星連邦内で瞬時のメッセージ送受信がよく描かれる。惑星間インターネットに相当するようなネットワークが存在し、その技術的背景として悪空間理論を採用している。悪空間ではどの地点からのデータも一瞬で長距離を通り抜けることができる。スターウォーズではホロネットと呼ばれる。 惑星間インターネットのようなものがあり、ほぼ瞬時に遠隔の濃度間の送受信が可能である。それにより、銀河規模の文化が生まれ、情報やニュースの源泉となっている。ファイヤーフライ宇宙大戦争では、コーテックスと呼ばれる銀河規模のインターネットのようなものが登場し、このネットワーク上の転送を、ウェイブスと呼ぶ。アーシュラケールイコールグウィンの諸作品には、 アンシブルという超高速通信手段が登場し、これを他の作家も採用していることがある。地球周辺の軌道は通常のプロトコルが使えるほど十分に短距離である。実際に国際宇宙ステーションは地球上のインターネットと無線で接続されている。しかし同時に宇宙ステーションは惑星間インターネットを構成するシステムの開発、実験、 実装にも便利な場所である。NASA と欧州宇宙機関は国際宇宙ステーションから惑星間インターとの実験用ネットワークを経由してダルムシュタットにあるローバーを遠隔操作する実験を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。